8日、前日タイ・バンコクで開かれた韓日国防相会談が平行線で終わったとして、一斉にプソミア韓日軍事情報包括保護協定の終了の可能性に重きを置いて報じた。プソミア、いずれの日韓プソミア執行不可避産経などだった。日本政府関係者は産経新聞に、日本が何か譲歩する余地はなく、綾氏が継続を決断するしかないが、その様子はない。武装宮の執行は避けられないと話した。菅義偉官房長官は18日、定例記者会見で北朝鮮の弾道ミサイルなどに防衛や緊急事態の対処に直接必要となる情報については、我が国による情報収集に加えて、同盟国である米国との情報協力によって万全の体制をとっているとして、プソミアを通した韓国との情報交換は補完的なものと述べた。菅長官はその一方で、プソミアの終了は地域の安保環境を完全に読み間違えたもので、極めて遺憾としながら韓国に懸命な対応を求めるとした。日本の情報収集に大きな打撃はないが、北朝鮮問題に対する韓日米連携のために、グソミアを延長することを求めるという意味だ。韓国政府が終了決定を撤回しなければ、協定は23日0時に終了する。日本のメディアは一方では、韓日両国が水面下で繰り広げている終盤の外交折衝戦も紹介した。日本経済新聞は、韓国側によると、韓国は日本側に武装宮延長の大義名分を与えてほしいと伝えてきたが、まあ向きな反応は得られなかったというと報じた。そのため延長はする一方で、日本が輸出規制強化措置を撤回するときまで情報交換を制限する案、かつてのティザ韓米日情報共有協定を補強して再び締結する案など、複数の妥協案が検討されていると伝えた。これについて朝日新聞は、韓国青瓦台に近い関係者を引用して、青瓦台が日本側が対韓輸出規制の撤回を表明することまでは期待しておらず、協議に応じるという日本側の姿勢の変化さえあれば、グソミア延長を表明する名分になると指摘した。この新聞は、日本もいろいろ考えている、輸出規制問題は当局者同士でしっかりやればいいという総理官邸幹部の発言も伝えた。韓国の出方によって、武装宮問題が解決される可能性がないわけではないという意味に読まれる。武装宮の運命に対して、日本国内ではこのように悲観論がひとまず強い。しかし、韓日関係に詳しい専門家の間では、日本も米国の圧迫で完全に自由でないため、日本が指摘する輸出上の問題点に対して韓国が修正するという意味を明らかにした後、両国間に懸案協議のためのハイレベルチャンネルが作られれば、突破口が開かれる可能性がゼロではないという期待も一部残っている。日本国民の 68.3% 武装宮の終了、仕方ない。一方、日本のフジテレビの最近の世論調査で、日本国民の 68.3% が武装宮が終了しても仕方ないと答えた反面、延長されるべきだという回答は 14.4% にとどまった。韓日首脳会談の必要性についても、急ぐ必要がないが 58.2% で、急ぐべきだという 34.1% を大きくリードした。ワールドカップサッカーアジア4強の引き分かれる。圧倒的な日本、豪州、残念な韓国、危機のイラン。2022カタールワールドカップ、ワールドカップアジア地域二次予選が折り返し点を通過した。A 組から H 組までの8組が4試合ずつ終えた。アジア地域最終予選に進出するチームが少しずつ現れている。アジア地域予選で最も大きな関心を集めるチームはアジア4強だ。ワールドカップ、ワールドカップ本大会の常連チームであり、今回も進出が有力な4チーム、韓国、豪州、日本、イランだ。
国際サッカー連盟 FIFA ランキングを見てもアジアのトップ4に属する。イランが27位、日本が28位、韓国が39位、欧州が44位にランキングされている。アジアで最強の異様を誇るチームだ。しかし二次予選では引きが分かれた。欧州と日本のアジア最強の異様を存分に見せている。欧州は B 組に属し、クウェート、ヨルダン、ネパール、台湾と対戦した。クウェートに 3-0、 ネパールに 5-0、 台湾に 7-1、 ヨルダンに 1-0 で勝利とした。欧州は4戦全勝、4試合で16得点1失点だ。 B 組で圧倒的1位を維持している。欧州は勝ち点12で2位のクウェートとヨルダン勝ち点7にすでに5点差をつけている。日本も圧倒的だ。F 組に属する日本はミャンマーに 2-0、 モンゴルに 6-0、 タジキスタンに 3-0、 キルギスに 2-0 で勝利し、4試合で計13得点無失点。4戦全勝で勝ち点12の日本は2位のキルギス、勝ち点6、3位のタジキスタン勝ち点6との差を6点に広げている。韓国は残念な結果だ。韓国は H 組でレバノン、北朝鮮、トルクメニスタン、スリランカと対戦した。トルクメニスタンに2-0で勝った後、スリランカに8-0で圧勝した時までは良かった。その後、北朝鮮、レバノンとは共に0-0で引き分けた。韓国は2勝2分け、勝ち点8で H 組1位を守っている。しかし2位のレバノン勝ち点7と3位の北朝鮮勝ち点7が共に勝ち点1差で追う状況だ。4位のトルクメニスタン勝ち点6とも2点差しかない。イランは危機を迎えている。イランは C 組でイラク、バーレーン、香港、カンボジアと対戦した。香港に2-0で勝ち、続くカンボジアに14-0と大勝した。しかしその後、バーレーンに0-1、イラクに1-2と連敗した。2連敗のイランは2勝2敗、勝ち点6で C 組3位に落ちた。1位は勝ち点10のイラク、2位は勝ち点8のバーレーンだ。イランは2次予選敗退の危機を迎えている。欧州、日本と共に4連勝中のチームがもう一つある。A 組のシリアだ。シリアは中国、フィリピン、モルディブ、グアムを連覇して A 組1位。中国は第4戦でシリアに 1-2 で敗れ、勝ち点7で2位。中国のバルチェロ・リッピ監督は辞任した。G 組ではパクヒサシ・糸口、パクハンソ・マジックが続いている。パクヒサシ・糸口監督が率いるベトナムは無敗を続けている。3勝1分け、勝ち点10で G 組1位だ。E 組では2019アラブ首長国連邦 UAE アジアカップ優勝のカタールが3勝1分け、勝ち点10で1位と勢いを維持している。中東の強豪サウジアラビアは2勝2分け、勝ち点8で D 組1位。自由さもの貿易の象徴である世界貿易機関 WTO の時代が過ぎ、保護・多層貿易時代が本格化するという見方が出ている。韓国貿易協会は17日、今後の貿易秩序の変化を分析した報告書、貿易協会が選んだ通商イシュートップ7を公開した。報告書は WTO の危機、メガ自由貿易協定 FTA の拡大、韓国、新興国の自由貿易協定 FTA、米中通商紛争、保護貿易措置の拡大、国家安保の無差別的使用、ブレグジット、英国の EU 離脱を7大通商イシューに選定した。1995年に発足した WTO 他者貿易体制は2017年のトランプ米大統領の就任以降、急激に揺らいでいる。貿易協会は、米国が自国の安保と経済的利益のために米国優先主義を強化し、
米中貿易紛争が長期化して WTO の秩序は危機を迎えたと分析した。特に貿易協会は来月米国が WTO 上級委員会の委員任命を拒否すれば WTO の国際紛争解決機能が弱まると指摘した。この数年間米国は WTO 上級委員会の紛争解決委員任命を拒否してきた。全7人の上級委員会には現在3人の委員がいるが、うち2人の任期が来月満了する。貿易協会は最近急増した分野別地域別貿易協定が WTO の空白を補完するという見方を示した。実際米国、中国、欧州連合、EU、日本など巨大経済圏が参加するメガ FTA 自由貿易協定が相次いで妥結または発効している。米国は従来の北米自由貿易協定 NAFTA に代わる新協定の米国、メキシコ、カナダ協定 USMCA を締結した。昨年12月にはアジア、太平洋11カ国が参加した CPTPP 包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定が発効し、今月初めには韓日中3カ国を含む東アジア地域包括的経済連携 RCEP が妥結した。貿易協会はこうした流れと国別の保護貿易措置もさらに強まると予想した。WTO 体制で恩恵を受けてきた韓国の悩みは深まるしかない。貿易協会は報告書で韓国政府は中堅国との連帯と新通商規範の樹立を主導して韓国の通商地位を強化し、革新新興国とレベルの高い FTA を推進する必要があると強調した。貿易協会のチェ・ヒョンジョン通商支援団長は、各企業が通商秩序の変化に対応するのは容易でないとし、貿易協会が企業、政府、関連機関の